キンランドのね食堂なんですけど、歴代のね何かの勝ち馬あるいはね何かの賞を取った馬の写真がねずらーっと並んでるんで、ちょっと見ていこうかなと思って。これがね49ers ってことでね、 49ers は日本に縁がありますよね。そしてこれがすごいですね、オリンピア1948オリンピアすごい可愛い顔してますね。1957これがラウンドテーブルですね、ラウンドテーブル1957、ね、もう1957で1957年でね、今とほとんど変わらないスピードの競馬やってんですよね、この国ね。1965これね、モカシン、これねモカシンはねなんかの守護馬の3代母とかに入ってたと思うんですよね。ビブロスっていう守護馬がいた気がするんですよね。僕ねモカシンはね僕よく覚えてますよ。まあ年度代表馬だそうですけど、でもなんかの有名な守護馬のね3代母にいた気がしますね。1964ノーザンダンサー、これケンタッキーダービー馬の歴代ですかね。でもそれにしちゃあね他のケンタッキーダービー馬の名前がないですよね。まあノーザンダンサーこうして見てもやっぱり小さい馬だってのが分かりますよね。そして首がすごく短い。あとはどうですかね、はい有名なとこは78年、アリダ、ね、この辺から写真がカラーですね。そして79年ニカンバースペクタクラービットですね。83年大気シャトルのお父さんデビルズバッグですね。そしてプリンセス・ルーニーはねやっぱり何かの血統に入ってると思うんですよね。これ、ね、調べないとねパッと出ないですね。これご覧になった方でプリンセス・ルーニーすぐ分かる方いたらコメントお願いします。これ調べないと分かんないですね。アリシーバ1987年アリシーバ、85年チーフズ・クラウンですね。はい、この辺シックお母さんシックスクラウンズですかね。これウィニングカラーズ、ウィニングカラーズの子はね日本に輸入されましたよね。91年ハンセル、ここが好き。90年アンブライドルドね、アンブライドルトサンクロアンブライドルトソング、まあアンブライドルトソングが母の父の馬といったら今スワーブリチャードですね。プレザントタップリボー系ですね。ストライクザゴールド、ちょっとね映像画像が悪くて申し訳ないですね。あ、僕の大好きなホーリーブルーマッチョウーノムチョマチョメンね、このミネソタマックっていうねあの猛烈な土着の血統ですね、アメリカのね。ちょっとこの血統はもう本当に、まあ、あのマッチョウーノの1本しかないと思うんですよね。フェイバリットトリックですね、フォーントリックからフェイバリットトリック。バンシー・ブリーズ、99年カリスマティックですね。2003年マインシャフト、ね、ピーターパンステークス買ったカジノドライブのお父さんですね、後継志望馬ダイヤルドインがいますね。マインシャフト、アゼリ、アゼリ
焦りは僕、あ、いやいや、っていう感じですかね。あと20分で閉まるそうですよ。あ、向こうもあるな。あ、ここにジオパンティ、僕が大好きだったジオパンティですね。実は僕のあのアイコン、あれはですね、ジオパンティなんですよ。ジオパンティ産駒のドリフォンが車台スタリオンステーションに輸入されてるんで、このジオパンティの血統は日本に入ってきてますよ。僕大好きだったんです、このジオパンティと。はい、こんなとこですね。ちょっとしたキーンランドのカフェテリアからでした。